ほら、うわ、こんな早くても印刷できた。うわー、どうもこんにちは、ミカスです。今日はね、これを紹介しようと思うんですけど、やべえの来ました。やべえの来た。これね、プリンターなんですよ。プリンター、ちょっともう早速中身見ちゃいましょうか。こんにちは。はい、まあ説明書が入ってて、ああ出た、本体。これ本体ですね、本体。ほら来た。ちっちゃい、ちっちゃいな、これ。これがいわゆる、まあ、ハンディプリンターっていうやつなんですけど、クラウドファンディングで今やってるやつなんですけど、とんでもなくちっちゃいの。はい。で、これ本体で、充電用の USB ね。はい。そして、これが、インクですね。インク。はい。インクカートリッジがこんなサイズ。前にもね、こういうの紹介したんですけど、今回のは、尋常じゃないちっちゃさだな。こんな感じにね、端子がいっぱいついてて、これを、まあ、こうつけるわけですよね。カチッと。で、お尻の部分をパコッと開けると印刷できる。すごいな。でね、まあ、モバイルプリンターなんで、こうね、こうやって動かすわけなんですけど、ここに3つローラーがついてるわけです。で、多分この真ん中のやつがセンサー内蔵のローラーで、これで動きを検知して、ここからビュビュッとインクを、まあ、吹くわけなんですよね。はい、で、上の方を見ると、まあ、電源ボタンと USB の充電と、あと印刷ボタンね、ここを押してウィンって動かすと印刷できるっていう商品になってます。で、モバイルプリンターなので、おお、ちょっと待った、これ何、蓋、磁石じゃん。あ、磁石便利だわ。はい、モバイルプリンターってどうやって使うかっていうと、はい、まあ、スマホと接続して、まあ、無線で使うわけです。まあ、トリセツの方にね、アプリの、まあ、リンク、QR コード載ってますんで、これでアプリをダウンロードして、で、アプリの中で、まあ、編集というかデザインをして送ってやるっていう、そういう商品ですね。さあ、ちなみにこのインクなんですけど、今回はね、サンプルっていうことで、ブルーグレーっていう色のインクになります。で、製品版はブラックの普通の黒のインクがついてくるっていうことなので、今回ね、まあ、別の色の場合っていうことで見ていただければと思います。まあ、このインクっていうのがね、肌に優しいインクっていうことで、まあ、例えば人体に印刷しちゃっても全然問題なく、まあ、石鹸でね、洗えば落ちるといったものになっております。で、このインク以外に、まあ、耐久性の高いインク、要するに瀬戸物だったりとかプラスチックだったりとか、そういったところに使う用のインクっていうのもあるし、あとは見えないインクっていうのがあるんですよね。ビーって印刷しても何が印刷されたか見えないんですけど、そのブラックライトとかね、そういうのを当てると浮かび上がって、光って浮かび上がるみたいな、そういうインクもあるんですよね。で、さらにもう一個が食用インク、食べても大丈夫なインクなので、なんかこうお菓子だったりとか、なんかその食べ物に印刷するっていうこともできるわけなんですね。素晴らしい。で、もう一つ、まあ、ちょっと今まだ開発中ということなんですけど、フルカラーインクっていうのを作ってるってことなんですよ。まあ、2021年には新しいそのフルカラーのインクも出てくるっていうことで、まあ、将来性的にもね、期待が持てる、そんなインクになってますね。さあ、これがアプリの画面になるわけなんですけど、今未接続になってるので、これをまず電源を入れてと、でデバイス選択で、このプリントポッツ、はい、つながりました。非常に簡単ですね。で、まあ、今ね、設定というところを見ると、今日本語になってて、エリアの幅を編集っていうのがあるんですね。まあ、これで幅を変えられるわけです。まあ、とりあえず最初の60でやっておきましょう。で、単位はセンチですよと。はい。で、ここがまさに編集するところですね。で、例えばテキストをね、やるわけなんですけど、例えば、はい、ちょっと今ね、ミカスワークスを入れてみました。まあ、フォントももちろん変えられると。はい、で、これでまあ今、文字はできましたね。そしたら、他に、いわゆるこの、最初からね、プリインストールされてる絵だったり、文字だったりとかっていうのももちろんあるし、まあ、自分で写真をアップロードしたりとか、あと手塗りっていうのがありますね。もう手書きだな。ほら、手書きもできんの。なんかわかんないのできちゃいましたけど、消しゴムがちゃんとありますね。あ、ミカスワークスもちょっと消えちゃった。これはこれでいいな。じゃあ、これでプリントを一回まずはやってみましょうか。で、プリントアウトを押す。はい。一瞬でデータいきましたね。そしたら今度は、ちょっとこう紙を用意しました。ね。さあ、では、このままだと何も印刷されないんですよ。で、上のボタンをピッて押すと、はい。印刷終わったらちゃんとピッて音出てくれるんですよね。で、そのまま動かせばそのままずーっと連続で出ると。途中で止まって別のとこからピッて鳴るまで、はい、続きを印刷することもできるんですよね。これ便利じゃないですか。もう一旦今うちのこれ会社名ですけど、一旦これっていうのを送ったら、あとはもうひたすら印刷できるんですよ。しかもですよ、ほら、いきますよ。ちょっと早くいきますよ。ほら、うわ、こんな早くても印刷できた。すごくないですか。すごいですよね。で、今これね、まあ紙でやってますよ。紙でやったらそれは簡単ですよ。はい、ちょっとね、マスクを用意してみました。これユニクロのマスクですね。マスクにいけるかな。あー、いけた。うわ、全然普通に印刷できた。ご覧ください。めっちゃ綺麗に印刷できた。マジかよ、すげえな。いや、すげえな、すげえよ。じゃあタオルだ。行きましょう。うわー、なにこれ、タオル印刷できちゃったよ。はい、じゃあちょっとね、クリアファイル持ってきました。クリアファイルどうかな。あ、ちょっとはみ出しちゃった。はみ出しましたけど、はい、ご覧の通り、まあこういうビニール素材っていうのかな。はい、マグカップに行ってみましょう。どうですか、この丸いところ。全然いけますね。素晴らしい。さあ、ちょっと写真やってみましょうか。こんな風に、写真もね、ちゃんとできるわけです。で、これね、こう明るさとかを変えてやって、ちょっと今背景があるんですけど、背景がうっすら白かったら被写体だけが浮かび上がるみたいなこともできそうですね。まあまあこんな風にね、まあ、写真の編集もちょっとできると。で、これでプリントアウトで、肌に優しいインクですので、ちょっとね、腕にやっちゃいましょうか。腕にワンコの写真できた。はい、ちなみに分かりやすくするために紙に印刷するとこんな感じに写真も非常に綺麗に印刷できちゃいますね。さあ、いかがでしたでしょうか。まあこのように非常に簡単にどんなところにでも、まあ、べっぺべっぺこう印刷ができちゃうモバイルプリンターで、手のひらサイズですからね。手のひらサイズですよ。こんな便利なものありますかっていう話ですよね。前にもね、こういうプリンター紹介したことあるんですけど、全然ちっちゃい。全然ちっちゃいし、まあこのインクカートリッジがね、まあ食用だったりとか、あとその無色で光を当てると見えるみたいなのだったりとか、インクカートリッジに種類があるのも嬉しいですよね。はい。なので、まあこれ使い方がね、まあアイディア次第でいろいろオリジナルグッズも作れれば、まあ名札をね、もう書くんじゃなくて印刷しちゃえみたいなね。で、まあそういう使い方もできるんで、かなりいいですね、これ。これは流行るんじゃない？すげえいい。ということで、これクラウドファンディングの商品なので、説明欄にリンクは貼ってありますので、まあ興味ある方はね、まずは覗いてみてはいかがでしょうか。マジでめっちゃいいわ。以上です。じゃあね。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こっちの方登録お願いします。